寺田隆二です。2007年に入社しました。支部とジェラリストとして働いています。現場作業以外に現場チームの広報支援と顧客への作業進捗技術説明を行っています。私のチームで行っているメイン業務はクライアントへ納入した装置を安定稼働するための補修メンテナンスです。装置トラブルが発生した時のトラブルシューティングにも対応します。やりがいを感じるのはトラブル対応ですね。時間がかかっても最終的に無事に装置を普及しプロダクションにリリースした時には達成感があります。 ASML には様々なトレーニング制度があります。私は入社してすぐに2週間の英語研修を受けました。その他に上長の承認があれば英語を学習するためのオンラインレッスンもサポートしてもらいます。先日も韓国にトレーニングに行ってまいりましたが、入社して16年経った今でもトレーニングの機会があり、勉強をして理解を深めています。 ASML の記念理念としてチャレンジ、コラボレート、ケアが社内の中で共有されていますので、役職関係なく新人でもアイデアや意見を出しやすい環境だと思います。国が違えば当然言語だけではなく習慣と考え方も違ってきます。一緒に仕事する上で多少意見が食い違うケースが出てくると思います。自分の考えを無理に相手に押し付けないで、相手の立場になって真摯にコミュニケーションするように気をつけてます。ASML, be part of progress.